天馬4やっていきたいと思います。透明化パネルをうまく利用して敵に挟まって壁に挟まって雑魚処理をコツコツしていくスタイル。ギミックとしては必須なのはアンチ減速壁で、ブロックはあってもなくてもいいけど、あるに越したことはない。ゲージでブロック外せるみたいなのが一番いいので、ドンキホーテがいいけど火力不足だから、そこで登場ニュートンアルファ、火力モンスターめちゃめちゃ強いだけど、アルファといえば定期的に来るガチャじゃないから持ってる人が少ない。今回私も復刻でやっとニュートンアルファをゲットできたぐらいなので、すごく貴重なキャラクター。そう、いわゆるニュートンアルファ is one of the few characters。 ニュートンアルファは数少ないキャラクターの一人です。ニュートンアルファis one of the few character. Repeat after me. Newton Alpha is うるさいね。そんなんどうでもいいのね。どうでもいいのね。なんだそのツッコミ。どうでもいいのね。まあいいんだけど。で、今回マドカ入れてます。はい。基本的にマドカって別に適正じゃないんだけど、役に立つみたい。で、初めて今回入れてみて動画を撮ってますと。まあ、せっかく動画撮るんだったらちょっと面白いキャラクターの方がいいかなと思ったんで、マドカ入れてます。で、貫通なんでカンカンできないんで雑魚処理が苦戦する。うん、だけどある程度削るんだよね。配置さえ良ければアグニぐらいだったらやっちゃうよぐらいの火力はあると。ただどうしても下るかな。でも下っても下ってもボス戦からやっぱ役に立つっていう噂なので、ちょっとやってみようというところで、ステージ3と。まあ、ここも基本的には透明化パネルで雑魚を処理して、まあ、あとは中ボス倒していくと。で、中ボスはっていうか、ここのステージはパワーウォールがあるんで、まあ、パワーウォールに踏めば踏むほどいいのかな。それはそうだけど、まあ、必ずしも絶対踏まなきゃってわけではないと思う。うん、場合によっては普通に横缶縦缶で削ってもいいし、あとピットンとボスの間に挟まって普通に削ってもいいと。なので、まあいろんな削り方はあるかなと。で、ここパワーウォール3つ振れのニュートンアルファのこの火力、一撃やん。この火力、これがやばい。これ他のキャラクターじゃできないから。で、ボス始まりましたと。で、ここへ雑魚をとにかく一体ずつ処理していかなきゃいけないんで、最低限のターン数は取られる。で、ここで下ると、どん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 即死ターンが迫ってきて、で、その中でボスを削んなきゃいけないと。じゃあ効果力出すしかないという時に、やっぱニュートンアルファしかいないと。だからね、2体でも3体でも何体いてもいい。いればいるほどめちゃくちゃ楽。でもみんな持ってない、もう同じ話はやめよう、悪くないだろう。で、マドカも入れてるんでさらにグダるよねっていうところはあると。まあまあ、じゃあグダったらグダったで SS、 マドカの SS で割合攻撃で HP 減らしての2ターンかな遅延するんで、まあ立て直し効きますよねっていうのがおそらくマドカの強さで、今結構削ったけど、結構削ってないな、まあ、ちょこっとは削るから、うん、おまけ程度には。はい、残り3ターンとどうする、どうする、ドンキホーテ。まあ普通に削るっていうか、もう SS 使って横貫して確実に少しでも削っていくスタイル。別にドンキホーテって SS 温存していく、しておく必要がないと思うんで、使えるときにさっさと使っちゃうみたいな感じでいいかな。で、割りかし削れたと。で、ここのドンキホーテあえて誰だ、キューベ使うことによってターン遅延で、ターン遅延したんで最後ニュートンアルファ回ってきます。で、いい場所にいる、入れ番だけ気をつけましょうって感じ。結構こっからそっとね、そっとって何、すっとね入れ番しちゃう、どっか行っちゃうんだよね。はい、で、ボス2と。ここもまず雑魚処理をしていくと。で、やっぱね、ブロッ
ック、アンチブロック持ちのドンキホーテは非常に雑魚処理には向いていると。ただボス処理にはどうかなって感じだよね。でマドカも意外とここ役に立って、まあこれぐらいの雑魚処理だったらできるからナイス。ボスにはもしかしたら最適性なのかもしれない。なわけねえな。はい、でここも削っていくとニュートンアルフさんドーンと強い強い、挟まっただけでこれニュートンアルファなしではちょっと私はできないかな。うん、超強い。はい、ここはい、ここ注目ということで、マドカの SS をもう速攻で使っていくと、多分そういう使い方が一番いいんだろうなっていう感じ。ただドンキホーテのターンなんで、とにかく何かできることないかなというところで、とりあえず右下の雑魚倒そうかなと。あいつ厄介そうだから何もしないのもあれなのでと。はい、このように右下倒すと、まあこれだけでもね結構いい感じで、ここで SS なんだけど、ボスを透明化からちゃんと解除しないと SS が当たらないので、ゲージ外してアンチ減速壁を抜いて、こうやって確実にワンパネルだけ踏んで透明化を解除してボスに SS を与える。これ失敗すると終わり、当たり前だけど。はい、これでな、ボス以外の透明化してない連中も遅延してくれるので、だいぶ雑魚処理の余裕もできたかなと。であとはもうコツ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 雑魚を処理していくと。うん、まあ2ターン遅延してもらったし、ボスもある程度削ってもらったんで落ち着いてやれるっていうところがいいかな。もう切羽詰まって、もうこいつとこいつ同時処理しなきゃいけないみたいな危ないシーンにはならない。でマドカはゲージ外して、まあ、次のニュートンアルファが動きやすいっていう立ち回りをするといいかな。なので順番的にはマドカ、ニュートンアルファって入れるとニュートンアルファを活かしやすい。うん、だから調整するっていう意味でもニュートンアルファを活かすという意味でもマドカは SS 以外にもいいかもしれない。で雑魚処理をすると左上の中ボスが防御ダウンするんで、防御ダウンしてからやっていくと。で柔らかいのでこんな感じですぐ溶けますと。もちろんドンキホーテもアップポジションキラー持ってるんで、上にいる敵に対しては強いっていうのはあるけど、まあまあちょろいよ。であとはゆっくり雑魚を処理していく、雑魚じゃないや、ボスをと。でここナビ出たんで、まあ、せっかくなんでの意味がわからないけど、ドンキホーテでも削っていこうと。当たり前だけど、なんかニュートンアルファでもう決めようかなって考えてたから。で窓かでワンパネル踏んでニュートンアルファ次動きやすいようにと思ったんだけど、意味わかんないことしてニュートンアルファが微妙な感じになったと。なので右下にちょっと打ってパネルを2枚踏みましてと。あとはカンカン、はい、こんな感じで。だからなんだろうな、悪くないだろう窓か。じゃあ次テンマ5またやりますんでよろしくお願いします。